はいどうも、虎次郎です。今回はですね、戦闘を快適にするホットバーンの設定方法について解説していきたいと思います。はい、っていうのもコメントでリクエストをいただいたんで、それにお答えするんですけども、最近始めた初心者です。一つ質問したいのですが、クロスホットバーの下の横に並んだホットバーはどうやって設定するんでしょうか。またどうやって使うのか教えてほしいです。はい、それについてお答えします。でまず画面のここ見てほしいんですけども、これ自分が置いてるホットバーなんですけども、これの設定方法とこれの意味をまず解説するんですけども、まず意味から解説すると、これはリキャストを確認するように置いてるホットバーです。ちなみにこれ操作はプレステ4で行ってて、基本的にこのクロスホットバーといってね、こう L2 を押しながら四角とか R2 を押しながら四角とか、まあそういうのを利用してやってるんですけども、ページ数、そもそも僕ページ数2ページに抑えてあります。基本そのスキルセット数をこのように切り替えると、まあ、スキルの配置が変われるんですけども、リキャストの確認がこれだとねちょっとしづらいということで、どうにかリキャストを確認する方法ないかなと思って探したところ、ホットバーをねこの下に置けば、ここでリキャストが確認できると。でここでリキャストの確認したいスキルをセットして、こう違うページを見ててもねすぐパッとこう見れるようにしてて、これ今ちょっとね自分も練習中なんで、すぐねここにまだ目がすぐ行かないっていうのがあるんですけど、できるだけこう見るようにしています。でこれの設定方法なんですけど、これ結構簡単で、まずメニューを開いてもらって、システムメニューで、ここで HUD レイアウト変更っていうのがあるんですけど、ここで画面のね表示するものっていうのをそれぞれ設定したりするんですけども、これ皆さんね自分の入れたように動かしてることが多いと思います。でここで、ホットバー12345ってあると思うんですけども、ちょっとね初期がどういう風な設定になってるかちょっと忘れちゃったんですけど、今回表示するのはこのホットバー1だけでいいです。これで1から5まであるんですけども、6、7、8、9、10、10まであった、10まであるんですけども、まずホットバー1を選んでもらって、この横にね個別 HUD 設定ってあるんで、これを選択、はい、するとこのように選べますので、ここであの表示さすサイズですねを選んだりとかで、これ表示の仕方ですね、これがあったら横に12個とか、6個2段とか4個3段とか、まあ、こんな風にいろんな指定、見れるんですけども、自分はこの極力コンパクトにしたいということで12個1列にしてます。でこのチェックってあるんですけど、このチェックは表示するか表示しないかを選択できます。これ全部に使えるんですけども、これここでは、ホットバー位置を表示するんでチェックして、でこれで保存すると、右スティックで置きたい位置をこう選ぶと。で他にもホットバーいっぱい表示されてしまうようでしたら、他のホットバーを選んで、ここのチェックをね外すということを行います。そしたら、ここにこれだけが表示される状態になると。でここにスキルをセットはどうするのかというと、パソコンだったら、このようにねカーソルを合わせて、これを長押しした状態でこっちに持ってったらねこうスライドできるんですけど、プレステ4でどうやるのかというと、タッチパネル使ってもらって、例えばブラックナイトなんですけども、このブラックナイトをここに置きたい場合は、このようにねプレステ4のコントローラーだったらタッチパネル、このようにカーソルをここに持ってって、でこれまあちょっとスキル1回発動しちゃうんですけど、ここでタッチパネルを2回ポンポンと押して押しっぱなしにします。そしたらこのようにスライドできるんで、ここに持っていくと、はい、これでここに表示したいスキルが、表示されてリキャスト確認ができると。ホットバーから持ってた場合はこっちが消えちゃうんで、もう1回これをね普通にアクションリストから設定しておくと、はい、といったように、まあ、基本自分はこれリキャストを確認するためにやってます。できるだけそのスキル数が多いジョブとかだと余計あれなんですけど、このページ数がねこの切り替えが多いともうてんやわんやになるんで、戦闘中ちょっとあんま自分そんなプロとかじゃないんで、できるだけ簡単に戦闘するようにっていう風にして手を抜いてます。パソコンとかでやってる人はね、カーソルでスキルブワー並んでるって、なんかそれを選択してやってるっていうのを見かけるんですけど、あれすごいなと思うんですけど、コントローラーで操作する以上はできるだけちょっと手間を減らしたいっていうので、このようにリキャストをここで確認してパッと確認できたらすぐにそれを使うようにっていう風にしてます。いろんなやり方があると思うので、これが絶対正しいやり方とは思わないんですけども、まあ、ちょっとでもね参考になればと思います。最後に補足なんですけど、ここに、設定する際、自分は左側に優先度の高いリキャストをできるだけ確認したいものをこっちに左側に用意するようにしてます。こうね、こうパッとこう癖づけるため、左を見るっていうのを癖づけるために左に寄してるっていう風なことを意識してます。はい、ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。